どうします？次は次言っときましょう。もがみちゃんを、いや違いますよ、コラーズの誕生日だから。コラーズ、うん、コラーズがどうするか。あ、この年の目標、この年の目標は、私は、あのね、インナーマッスルを鍛えます。おー、あ、そういえばなんかちょっとねやってたよね、なんかお腹もう何だっけ2個入ってた、筋入ってきたよみたいな。あー、そう、でもなんかさ、やってたらさ、最近、うん、アウターマッスルは意味ないって言われて、だからやめろって言われて、やめたの。やめたの。だから、でインナーのがやっぱ大事らしくて、でもインナーマッスルって鍛えるのすごい難しいらしくて、そうだよね、腹筋じゃダメってことよね。うん、そう、見た目の筋肉じゃなくて、うんうん、中の筋肉を頑張ってつけようって思って、うん、なるほどね、ちゃんとね、そう、かっこよかったけどね。もう無駄な努力を重ねてます。いや、無駄ではないよ。ないでしょ。かっこよかったもん、うん、だって。だから最後に二人にその筋肉見てもらえてよかった。いや、本当ちゃんと私写真に収めてるから大丈夫。やめて。ね、めちゃめちゃかっこよかったよね。うん、見た目はね、うん。でもあんまりなんかそのいい効果を発揮しないみたいで、だから。そっか。うん。だから落とします筋肉を。私の目標。じゃあなんかそれでもし成功したらそれもちょっと垂らしてよ。え、アウターマッスルを？インナーマッスルを？インナーマッスルで比べられる。あ、比べ？やめて、何その画像。画像フォルダ怖。コラーズのアウターマッスルとインナーマッスル違いんです。ビフォー嬉しいけど、確かに頑張りますよ、ね、うん、そっか、今でも良かったんだけどな、あとね、うん、ハワイに、うん、ハワイの砂になりたいなと思ってる。え、やばい、やばい、大丈夫、大丈夫、いい意味でだよ、いい意味で。どういうこと？だってハワイがすごい素敵だったから。でも素敵だったけど、うん、砂になる必要はなくて、いや、もうなんか良くない？海と空ずっと見てるみたいな。そう、いや、もうハワイの砂になれる人生が良くない？良くない。おもちゃの顔で哀れなものも、もう哀れなね、絶対やだと思って。嘘、最終的には砂でしょ、なるとしたらハワイの。え、じゃあなどうしようね、骨になった時に投げてもらえばいい。いい、ハワイの砂に。あー、そっかそっか。いや、都市地形はどっちかな、どっちが先かな、そうなっちゃう。なるほどね。はい、はい、じゃあ、私の目標はインナーマッスルと砂になるということで、絶対叶わない、絶対叶わないけど、分かってるけどね。とりあえずね、うん。